ワンズカフェのさうんとノエさんオーナーのねアッパホテルの社長を、えー、と講演会でワンズカフェ呼んでやるってなってでハワイでさ野枝さんめっちゃワクワクしてうわーアッパホテルの社長に講演会してもらったらめっちゃうれしいと思ってで えー、企画書書いたら通ったわけよね。アパホテルの社長来てくれることになったわけよ。それでさ、連絡来たの。アパの社長の公演決まったってめっちゃ喜んでてワクワクしてて。めっちゃすごいやんとか言ってさ、キャキャ言ってたよね。それで、あのー、いざ、日が近づいてきて告知しました。ノエさんめっちゃ盛り上がってるわけ。アパの社長、すごい こんなワクワクして企画書あれして通って本人も来てくれてキャーってなってあの <laughs> 告知したら最初3人しか来なかった <laughs> そんだけワクワクしたのに3人しか来ないもうズドーンってなっちゃってノイさんあれみたいなあんなによくないこういうのあんなにワクワクしたのにあれ あれみたいなさそうでしょ自信なくしちゃったりするパターンあるじゃんでも違うんですよそういう時にこの今日の私の話を思い出してください自分が盛り上がってるだけだからってノエさんにも言ったの自分が盛り上がってるだけだからあのアパの社長はノエさんにとったらすごい話を聞きたい人かもしれないけど普通の人からしたらアパの社長はえー あすごいねぐらいでノエさんが何にその社長の何に興味を持って何に感動してるのかをみんな知らないし伝わってもないからあのアパの社長はすごいっていうのしかみんな分からないから、えー、全然今の何最初にそれで問題ないっていうか。 だから毎日ねうんとノエさんが本を読んでとか講演を聞いたりして引っかかった言葉アパ社長のこの人のこ,こんな考え方がすごいっていうのをもうあの毎日ストーリーとかに上げるといいよって言ったのインスタの。でノエさんそれから丸引っ張って「ア、え、パ、ー、の社長のこの言葉」とかさ上げ始めたんよね。 でそれをすることでノエさん自身も毎日毎日それをやる,やるからもっともっとアパの社長のことについて、えー、と愛が深まっていくわけじゃんもっと知ることになるから彼女のことを。で、えー、それをやってったら最終満席になったんですよ。あのここれれが伝えるっていうことでですねでもそれを アバの社長が来るんだってこ,これはあくまでまだ自分しか盛り上がってなくて世界に漏れてないエネルギーがだから何が自分はここのこの人がすごいと思って興味持って感動してるのかっていうのを伝えていかないとねそう毎日ストーリーに上げてたよのさんだからそれがさい一番最初国中で3人でチーンってなって自信なくしてたところからの、えー、最終満席 だってさ、私5年間同じ話しててもなおあのハッピー理論の真髄とかさなんかこうこういう行動を取ったらこれが正解とかって5年経ってもやっぱりまだ勘違いが起きてたりとかするぐらいなのよこんだけしつこく言っててもだから基本的に自分が ええと思ってることってなかなか伝わってないって思った方がいいと思うよ。伝わってないからだからうんと何が自分が好きで何が自分が感動してってうんどうやったら人に伝わるんだろうっていうよりかは何がもっと詳しく自分がうん動いた心をシェアしてった方がいいと思いますね。 私同じ話結構何回もしてると思うんですよねそれでもやっぱり伝わらないぐらいだから5年やってても伝わってないものがあるんだからほんとね一回ねあのウキウキしてキャッツって盛り上がって自分の盛り上がりだけじゃ伝わりませんよ世界には。それでなんか自信なんて絶対なくさんでほしいしえそのダメだからその結果とかじゃないから。<laughs> そそうそう人に伝えようじゃなくて自分の動いた心をシェアするっていうこの気持ちだからアパのこともそうよねアパ社長のこともアパ社長の、えっと、アパ社長の良さを伝えるんじゃなくてアパ社長のここが私には響いたんですっていうのをシェアし続けたよねさんは。これね本当に自信をなくす問題じゃないんですよそうなのよ。それ勘違い 私ももっとと自分の心が動いたたことをブログにくくさん書くそうしてください人の心が動いたものに自分も動かないやっぱり見,見たり触れたりするとってことは自分もそれやればいいってことですよねだから多分、うん、売れたいって思ったり人集めたいって思ったり、うん、と人気になりたいって思ったりあのそういう気持ち、えー、復讐ね 自分でまず承認しましょう絶対却下しない気持ちすごい大事だから絶対その気持ちは大事にする自分でで、えー、その上ででもそれで動き出すと多分きついはずなんですよ売れたいから動くとか気持ちは認めるけど売れたいってい気持ちは自分で認めてあげるけどそれを元に原動力に動こうとすると 自分のの心ががななくくっていくのがわかるからすごくく多分きつくなるだから動く時は、えー、集めたい人気になりたい売れたいを一旦置いといて置いといてだよ、えー。いかに自分の気持ちが動いた内容をシェアできるかっていう内容あの目的を変えてみてくださいそしたらすごい楽しくなるはず。自分がいかに 感動で動でいたたととかか、えー、金銭が触れたとかそういうものを一生懸命シェアするっていうのを目的にしたら多分いきななりり肩の荷が下りるはずなんだけどなだってさ、えー、と例えばだけど、うん、人気になりたいっていう気持ちを認めますそこまで良かったと、えー、人気になりたいで動き出すってなると、えー、人気を得るためにはこの言動は、えー、間違ってる中とかなってくるわけでしょ これ言ったら多分人気落ちるなとかっていう判断になっちゃうじゃんそうすると、えー、いきなりつまらなくなるじゃんでも、えー、人気になりたいは認めてあげますでも動くときに、えー、私が、えー、世の中に発信するものはとにかく自分が心動いたものをシェアしようっていう目的だけにしてしまえば人気になりたいが、えー、横に置かれるから、うん、心なくさなくて済むね うまく言葉に変換できなくて苦しくなることある。うんとうまく言葉にしなくていいんですよえ。感動超嬉しいとかえ、それだけでもいいからシェアするだけでいいんですよ。だって、それで動いてるんだから心が。うん。だからこれもうんとどうやったら伝わるのかな？って考えだしたら、文章うまく書かないととかこうやったら伝わるのかなとかってなってきて難しくなっちゃう。いきなりでもそれも。 伝えたいっていう気持ちは認めるけどいざ動くときには、えー、自分の感動をただシェア美味しかったものをシェアそれを目的にしていくそうすると自分しか表現できないオリジナルの言葉が紡ぎ出されると思いますそう伝えようとねしなくていいんですよじ自分のき気持ち をシェアするだけ自分の気持ちでもシェアしたらね結果ね伝わっちゃうんですよ残念でそれは自分の人生の、えー、体験と経験と見て聞いて触れたものから紡ぎ出されたものでしょそのシェアはだからあなたにしか絶対できないものじゃない同じ経験と体験をさしてる人なんていないわけだから だから自信持っていいんですよ。え自分しかいないからこの同じ体験してる人いないわけだからだから金銭に引っかかってるものも感動してるものも好きなものも嫌いなものもえ自分しかいないんだよだからそれを自分の場所でやったらいいどこまでいってもそのオリジナルしか生まれないよね その人の視点から何かがもう紡ぎ出された時点でたとえなんかの真似してたとしても結局はオリジナルになっちゃうよねあ私も思ったことある似たようなことを載せてる人を見てやられた先越されたってなったこともあったけど私は逆で始めた時になんか真似されることが多くてあのブログ何日目とかってあの実験記録みたいなのを。 出出版すする前かな結構ねいいっぱい出てきたんですよその時に「やだ!」みたいななんか「やめてよ!」みたいななんか気持ちが湧いたんだけどその時にあのえう宇宙はねの無リソースは無限っていう,うんとそれとそうや別に誰かと取り合ってるわけじゃないしあと私が私の。 目で見て感じているものは私からの視点でしかどう頑張ったってできないんだからえたとえ方を真似されても自分のオリジナル性が崩れることはないなんかその人たちが出てくることで自分のオリジナルを奪われる感じがしたから嫌な気分になってたんだけどそもそも奪えないしうん真似する側だったとしてもえっ、ー、と オリジナル結局はおりあなたがやることで全部オリジナルになるし真似されている人の立場でもあ,のあなたがやっていることはもうあなたの視点でしか物見れてないから結局オリジナルなんですね。そうなんですよ逆に言えば完全な独自性もない気がする世界の影響を絶対に受けるからそうなんですよ。絶対誰かののアアイディアの元 先人のの誰かアアイディアに影響を受けて何かを見てみ,みんな作ってるから結局は想像のリレーの中に自分がいるだけですよね。